市条縄手市立市条縄手中学校は、大阪府市条縄手市にある公立中学校。他の市立中学校同様に、大阪府の中学校としては珍しく学校給食を実施している。1947年の学生改革により、当時の北川地郡市条縄手町に、市条縄手町立中学校、また当時の北川地郡田原村に、 田原村立田原中学校が設置された。1961年に田原村が市場縄手町に編入され、田原中学校は市場縄手町立田原中学校と称するようになった。しかし1966年には田原中学校は市場縄手中学校に編入統合されている。1967年には現在地に移転した。長らく、 市場縄手町で唯一の公立中学校だったが、1970年代には地域の宅地化で生徒数が増加したことに伴い、市場縄手市立市場縄手南中学校、市場縄手市立市場縄手西中学校の2校を相次いで分離した。また、田原地区でニュータウン、田原台が造成されたことに伴い、田原地区を工区とする市場縄手市立、 田原中学校を1991年に分離した。2018年西による学校再編整備計画により、市条縄手市立市条縄手南中学校が廃校されたことに伴い、市条縄手南中学校は市条縄手中学校に統合された。ありがとうございます。